ユニフォームは、スポーツ、特に団体競技において、チームとして統一性を持った服装のことである。ユニフォームには、チーム名、選手名、背番号のほか、スポンサー企業のロゴなどがプリントされる。国際試合では国旗などがプリントされる。団体競技では必須であるが、オリンピックなどの選手団の揃いの服装も、ユニフォームと呼ばれる。そのデザインには、 有名な服飾デザイナーが起用されることが比較的多く、また水泳や機械体操など個人競技であっても選手団を形成するときは揃いのものを着用する。これは選手団でまとめて購入したり、スポンサーがまとめて提供するからである。ユニフォームの特徴として判別の容易化が挙げられる。特に団体競技となる球技の場合、敵、 味方及び審判を一瞬にして判断できる材料として重宝する。そのため球技によっては対戦相手同士で色が被らないようにする措置が行われる。またユニフォームには広告塔として使用及び一般人への販売によって運営団体への重要な収入源になる。ユニフォームを製造するメーカーにとっても知名度の向上。 レプリカユニフォームの販売による利益などが見込まれるため、人気チーム、代表チームへの供給権利量は高額となる。例として、アディダスがサッカー、日本代表と結んだ供給権利契約は2007年4月1日から8年間で総額160億円である。またスポーツ時に常に着ることから、そのスポーツに特化したものとなっている場合が多い。それは、素材の通気性、 吸汗性、フィット感による着やすさから体の保護まで様々な施しを受けている。特にモータースポーツでこれが顕著に表されている。モータースポーツは火災の危険性を常に伴うため、難燃性素材のレーシングスーツ着用が義務になる。競技会において着用するユニフォームは、競技団体によって規定が厳しく定められており、 競技者が規定に従っていないユニフォームを着用した場合、競技への参加を拒否され、また参加を強行したとしても失格になることがある。女子の場合、ボウリングなどのスカートや、テニスのようなスコートのユニフォームもある。ミレニアム以降、ランニングスカートも登場した。ボクシングでもトランクスをスカート状に回収する選手が存在する。フィギュアスケートでは、2000年代前半に、 すぐりあ恵が、スカートの下にズボンを履いた衣装で出場。これがきっかけで、その後、女子のズボン着用が正式に認められるようになったという説もある。アムウォーマーと手袋を着用する、選手競技者は清潔で不快に思われないようにデザインされ、仕立てられた服装を着用しなければならない。その根の字は、濡れても透き通らないものでなければならない。また、 審判員の判定を妨げるような服装を着用してはならない。野球では公認野球規則により同じチームの各プレイヤーは同色、同型、同衣装のユニフォームを着用すること、背番号をつけることなどが定められている。またホームチームが白、ビジターチームが色付きである。ユニフォームの例。青いユニフォームのチームと白いユニフォームのチームが対戦。 ゴールキーパーのユニフォームは緑色である。サッカーでは大きく分けて競技者と審判の二つに分けられる。試合ではこの二つが確実に区別できるようなデザインを選ばなければならない。これに加えて対戦するチーム同士で色彩が被ってはいけない。これらは口述するゴールキーパーのユニフォームも例外ではない。そのためチームにはファーストカラーとセカンドカラーの2種類が存在しており、 事前の競技でこれらの問題を決めておく。チーム内ではゴールキーパーとそれ以外の選手ではユニフォームの色が異なっている。これはゴールキーパーというポジションが他の選手とは異質でありまた特別のルールが存在するため他の選手との判別の容易化を促している。また自チーム、相手チーム、相手チームの GK とは異なる色のユニフォームを着用しなければならない。 素材は汗がつきにくいメッシュのものが多い。試合終了後にはお互いのユニフォームを交換する姿が見られる。これは互いの健闘を称え合う意味合いでサッカー独自の光景である。特にワールドカップ UEFA チャンピオンズリーグなど大きな大会でこの光景は見られる。近年のワールドカップでは一試合ごとに一着ずつ日付、対戦相手、 試合値が刻まれたユニフォームが用意されることが通例になっている。現在のように各メーカーがユニフォームの素材やデザインに独自の工夫を行うようになったのが1950年代頃、各メーカーのロゴが入ったユニフォームが初めて一般、販売されたのが1970年代頃とされ、1980年代になるとサポーターがスポンサーロゴの入った、 レプリカユニフォームを着て観戦する習慣が定着したとされている。日本では1990年代にデッサントが日本国内で日本代表のユニフォームを発売したのが始まりで、1993年の J リーグ誕生を機に広まって定着した。またサッカー競技規則では袖のあるジャージまたはシャツ、それぞれに個別のものしか認めていない。これは カメルーン代表がノースリーブユニフォーム、ワンピースユニフォームでワールドカップに出場しようとした経緯があり、国際サッカー連盟がこのユニフォームの使用を認めず、さらに規定で明文化したものである。国際バスケットボール連盟が定めるオフィシャルバスケットボールルールズにおいて規定されている。リベロはそれ以外の選手と異なるユニフォームを着用することがルールに定められている。 サッカーや野球などの競技でチームのレプリカユニフォームが製造されている。選手が実際に着用しているものとほぼ同じものはオーセンティックユニフォームと呼ばれパフォーマンスを高める工夫が施された作りとなっており、またサイズも体格のいい選手向けに大きいものが用意されているが、レプリカユニフォームはこれに対し商品性をより高めたものとなっており、素材や縫製などが オーセンティックユニフォームと異なる。サイズも L を超えるものはない。レプリカのものは裏地などの素材を簡易化して機能性や、素材の質は実物のユニフォームより劣るが、耐久性に関しては実物のユニフォームより高い仕様となっており、実用性を考えた作りとなっている。レプリカユニフォームは偽物と誤解されがちなことがあるが、 公式のユニフォームメーカーが作ったものの名称であるため、ッキとした正規品である。ありがとうございます。